しみです。雪、いっぱいありますか？そうですか。大丈夫大丈夫、抜かりはないって。昨日何度もかすみちゃんと確かめたもんね。ー、はい。ち、度胸のない男ね。それともローリー？キモ。それは心外ですわ、タケル様。準備に抜かりはなかったと思っております。そうだぞ、強いて言えば少々完璧に過ぎたということであろう。何をだ？あ、姉上だ。レイナです。ん？姉上、認識に少々相違があるようですが。念を入れて入れすぎることはないと申したのはそなたですよ。しかしその後、自分から兄弟構想に燃料投下とはやるわね。本当よかった。考えてみればさ、ただの旅行じゃないんだもんね。ホオズキ先生がいて、ミツルギさんたちがいたらさ、絶対想像の範疇に収まるわけないよ。これは参加しなくちゃ損だよ。ま、人はそれをめちゃくちゃって言うんだけど。それより何くっついてるのよ。なら、こっちに少し余裕があるから、寄ってもいいよ。え？白金くんとここまでくっついたことってなかったよね。こんな感じなんだ。なんでもない。柏木。福兵登場。みんな心中穏やかじゃないでしょうね。入ってるし、保存食もたっぷりだよ。スノボ、私はスキーです。私もだ。しかしスノーボードにも興味がないわけではないな。白金は、はあ、タケルの分もちゃんと準備してきてるから心配はいらないよ。基礎から教えるつもりだし。タケルさん、タケルさん、私はね、ああ無難な展開なんてつまんない。超つまんない。
そうだね、楽しみだね。僕、友達と一緒に山登るの夢だったんだ。ほんと楽しみだよ。ミキね、楽しみで昨日あんまり眠れなかったんだ。その分、終業式の時寝ちゃったでも、案外立ったままでもいけるものなんだね。しらじらしい、いい年した学生が上滑りな会話に気づかないとでも思ってるのかしらね。